っと、やっぱり対岸にいました。でかいですよこれ。お、でかいでかい、でけえ、めちゃくちゃでかい。オスですねこれね。オスのいいやつだ。おー、流れ早いね。いるとしたらあの辺しかいねえな。こっちちょっと厳しいな。ねえ、やっぱり対岸にいました。おでかいね。でかいですよこれ。やっぱ対岸にいたね。寄ってこないです。寄ってこないですよこれ。おお、でかいでかい、でけえ。めちゃくちゃでかい。ほれほれ、おお、でかでかでか、おお、あ、タモ忘れてたな。タモ、おお、でか、やばい、タモ忘れました。でかでか、ほら、おお、でかいやつです。でかいやつ来ました。お、これ、あ、でか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 、いいやつじゃないですか。お、ほれ、草の中に逃げようとしてね。いいやつですよこれ。おお、逃げない逃げない、ほれ、いました。おお、いいやつですよ。これオスですね、これね。オスのいいやつだ。ほれ。オスのいいやつが来てくれました、これ。ほれ。なんかおかしいなと思って、タモを持ってくるの忘れました。ね、対岸のピンポイントに投げたら来ましたよ。はい、こちらです。うわ、でけ、何センチあるかな。ちょっと測ってみましょうか。大体のところ42か、42センチ。逃がしてあげましょう。ねえ、よし、ありがとう。ありがとうよ。よし、はい、ありがとう。行ってよ。ねえ、もう一匹ぐらいいないかな。もう一匹ぐらい。キャスティングを正確にできると連れてきます。今のはテクニックだ、ね、正確なキャスティングができるとピンポイントからひねり出せるんで
もうギリギリ。まだまだでかいのそこに入ってるんでしょうね。流れの速いところと緩くてちょっと深めの場所ですね。確実にあそこには魚入りますからね。居心地がいいんですよ、あそこ。魚としてもね。もう少し水が落ち着いてくると餌を追って流れの速いところにガーンと入ってます。またそこまでのあれはないでしょう、ね、よし、これぐらいギリギリ。そしてこの辺でガーンと来るんですよ。流れの速いところに行っちゃうとダメです。活性が高いと向こう側からね、流れの速いところまでずっと追ってくるんですけど、今日はまだルアーを追ってまでは来ないですね。浅いところでちょっと様子を見てるって感じですね。ほんと対岸ギリギリ、よし、対岸ギリギリを攻める。そして長いの速いところに入っちゃうともう終了だから、ですね、スピーディングでいけば一巻きするぐらいでガツンと来ないとダメですね。そうじゃないともう流れに入っちゃうんで、流れのないギリギリ、そして一巻き二巻きぐらいで来れば来る。ある意味出会い頭みたいなもんですね。ルアーフィッシングはやっぱりまずキャスティングですよね。フライフィッシングもそうです。キャスティングがまずできて、それでどこに魚がいるか推理できてっていうところでしょう。そしてどこを流したら、どこのレーンを流すとヒットするのか、その辺が分かってくればね、だん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 連れてくると思いますよ。魚の着き場をね、知らない人って意外と多いんですよ。ですから、これ、四季を通じて魚、着き場が変わりますから。ね、まだ冬場、春、夏、秋と、季節ごとに魚の着き場が変わります。このどこに魚がついてるか、この辺を理解しないとですね、釣りの初心者の方なんかこう、ポイントがね、魚がどこにいるか分かんないから、ちょうど魚がここにいるっていうところを歩いてしまったりしちゃうわけですね。ですから釣れないし、またキャストも正確にできないんで、大きいものを、大きな魚を釣るにはですね、警戒心強いですから、何回も同じような近くにキャストを繰り返すと、もうそれだけで魚が警戒しちゃって大きいのは食ってきません。だから一番いいところに一頭で大きいやつを仕留めるという感覚が必要です。で、投げ損じて何回もバシャバシャしてるとですね、大きいやつはそれだけで警戒しちゃって、その日は釣れなくなっちゃいます。それだけでキャストは正確に、魚のいる場所を見極めて一発でポイントにルアーを投げ込むということが必要です。あー、ライズした。で、ね、魚の居場所分かってですね、ルアーをですね、その魚のいる真上にキャストするような方もいらっしゃいます。そうするとですね、魚はその着水したルアーの音で警戒しちゃっても釣れなくなっちゃいますから、魚がいる場所があればですね、いる場所より少し上流だとか、ね、もっと奥の方に投げて、ちょうど魚の口先をルアーが流れるようにリトリーブさせてくるっていうのが基本です。魚が跳ねたと思ったら、跳ねた真上にルアー投げ込む方もいらっしゃいますけども、それじゃ釣れないですよ。ライズあったもっと奥か上流に
ルアーを投げて、ちょうどこうリトリーブしてくる中で、その魚のいる口元にルアーを通すようなイメージ、そんな風にして釣ります。ね、なかなかうまくいかないんですけどね。まずね、キャストを正確にできるようにすると、そして魚の居場所を推測できるようにすると、そしてキャスティング位置ですね、どこにルアーを投げて、そして、魚の口元にルアーを送り込んでくる、そんなイメージでですね、釣りができればいいのかなと思います。うわ、向こう側ライズしてるな、チキシュこれフライの方が面白いかもしれませんね。ちょうどあそこの長いの緩いところでライズしてます。なかなかあれ難しいですよ。たまに直撃してもですね、あの魚釣れる時ってあるんですよ。それはですね、あの何でしょう、こう割と軽いドアを投げてですね、あの着水音もこう柔らかい着水音の場合ですね、魚はそれね、餌と間違えてる、あの着水と同時にくっちゃくちゃなんですよ。特にあのセミアなんか出る季節やなんかはそういう傾向強いですよ。何でしょう、大物を、大物だけを狙う人っていうのはね、一番いいポジションに行ってですね、一投で仕留めますよね。一投で仕留めます。あの、数釣りはですね、川だったらあの、下流から徐々にこう釣り上がってって、で、あの、下の魚から狙ってって、っていう形になりますからね。その間に、もう、ルアー何ともしますからね。それで、あの、大きいのはもう経過してこないんですよ。ですから、もう、最高のベストポジションに、胃の一番に入って、もう小さいのは無視して、一投で仕留めてくる。そういうやり方ですよね。魚に警戒心を与えないように、あの魚との距離感っていうのをやっぱり掴むっていうのが大事ですね。それは経験していかないと分かんないかもしれませんけどね、どこまで魚に近づけるか、もう川の状況によっても違いますね。川が濁ってるだとか深いだとか、流れが穏やかだとか、あの急だとか、まあ、そんな状況によってですね、魚との距離感というのが変わってきます。浅くてですね、流れが緩くてクリアであればですね、魚もかなり遠くまで見えますので、そんな時はかなり距離を取ってですね、キャストするってことが大切です。距離感が分かんないでやってしまうとですね、釣る前にもう魚に人間の存在が分かってしまって、釣れなくなっちゃう、そんなことがあります。それからこう、一緒に誰かと釣りをしているとですね、ああ、ちょっと近すぎるなとかね、そんなのがわかります。で、いても釣れなくなっちゃう。ね、だから、まあその辺は経験を積まないとなかなか理解できないと思いますけどもね、時と場所と状況によって、どこまで近づけるか。ね、あんまり近づいちゃいけないなとか、あ、ここは結構近づいても大丈夫だなっていうのが、だん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 釣りをしていくと理解できるかと思います。そしてあのでかいのを釣るときはですね、基本あのルアーもフライもそうですけどね、やっぱ沈むタイプでなければダメですね。大物はですね、ほとんどそこべったりにいることが多いですんで、それにあの活性の高い時はですね、まああの上の方まで追ってくることもあるんですけれども、基本そこです。フライフィッシャーもそこを狙います。シンカーをつけてですね、そこを狙いますから、あのルアーもあのボトムをバンプするようなタイプのやつで、あのでかいのかかります。狙い方がやっぱり違いますね。ちっちゃいのを釣る釣り方と、でかいのを狙う
散り方っていうのは変わってきます。小さいやつはですね、意外とこう長いの早いところもね、軽々と折ってきてパクッと食いついてきますけども、大きいやつは警戒心も強いし、あまり追わないです、必要以上に。で、釣れる時間帯も違います。小さいのはあの明るくなって日中でも来ますけれども、大きくなったら警戒心の強いやつはですね、早朝まだ暗い時間帯とか、夕方暗くなって釣り人が帰ってからの時間、それがお食事タイムになりますからね、そんな時間を見計らってするのが思いついです。ね、やればやるほど面白いですよ、釣りって。魚とので心理戦です。ただ投げて巻いてれば釣れる時もあるんですけどもね、基本はそうやって狙って釣れば、で狙い通り釣れたらめっちゃ楽しいです。魚のこの知恵比べですよ。そのためにはね、ルアーどんなのを使うか、ラインはどんなラインがいいか、ロッドは長いのがいいのか短いのがいいのかね、いろいろあります。もうね、こんだけ何回も投げてるとね、絶対でかいの釣れません。あと日中来てもあんまり釣れないと思いますね。ちっちゃいのは釣れるかもしれませんけど、いいやつはなかなか難しいですね。どちらかというとあの朝の早い時間帯っていうのはやっぱり早い流れにはあまり入ってこないですね。緩いところで体休めてますね、どっちかというと。だんだん日が昇って水温が上がってくると早いところにね入ってきますから。今の僕はあのメップスのルアーよく使いますけど、あのやっぱりブレードの回転がですね安定してますよね、どんな流れでも。その辺が優れてるところなんでしょうね。僕はあのメップスの大ファンですけども、他のスピナーと違うところは、流れが速いところ、流れが穏やかなところ、アップダウン、いずれもですね、あのブレードの回転がすごくスムーズです。この辺少し流れ緩くていいような感じですね。やっぱりこの辺かい。ふう、はい、来てくれました。やっぱりこの辺ですね。はい、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 ありがとう。ちょ、またまた逃がすから待ってよ。はい、はい、ありがとう。この辺だね、やっぱりいたのはね。ね、なんとなく分かりますよ。よし、この辺だろうっちゅうのはね、首が。また180円ルアーできました。